ございます。なんだって。はい、ちょ、もうマジビビったから今。おはようございます。なんだ、サボってるんですか。サボってねえよ、休憩だわ。休憩っすか今。まだ9時半ぐらいですね。9時半、もう休憩っすか。うん、早い時間からバラしちゃったで。あ、そういうことですか。もう終わったんですか。いや、あと1面もう3面バラした。3面とシートバラしよう。え、そうだ、めちゃくちゃ早いです。でもまあ7時40分ぐらいからやっとるの。7時40分からマジっすか。その許可取っとるからね。はい、なんそう早いんですか。だから今日なんか早くやりたいなと思って。暑いやん。あー、そうそう、だから暑くなる前にバラして、はい、まあ、昼からが一番暑くなるけどさ、はいはい、まあ、1軒目だけでもね、そんなにもう汗かきたくないから。あ、熱中症対策みたいな感じですか。そうそうそう、早くバラして、早く次行ってバラして、早く帰ろうみたいな。そういうことですか。住み込みもあるしね。もう偉そうですね。えれえよ、暑っ、暑いっすね。お前また熱中症になるよ、そこに行ったら。やばいっすね。前あのトシ君に辿ったやつ。そうそうです。後がやばかったっすね。だろ、後から来るだろ。後から来ましたね。か、あの寒暖差みたいな感じで。ん、寒暖差、なんか車乗ってエアコンガンガンつけたら、ガーンって来ましたね、急に。なんか、やってるんですか、熱中症対策。こまめな水分補給、はい、あの、あれじゃん、塩分の。あ、はいはいはい。あれ食べたり。ちゃんとやってるんですか、それ。やらんと進まんもん。もし倒れた時がね。あ、強いけど。はい。え、実習生とか大丈夫なんですか。もう、こいつらも勝手に水分飲みやって感じだ。あ、そうなんですか。そうそう、で、偉くなったら行ってって。まあ、顔見とるけど、こいつらの。はい。もう真っ赤にしたらもう休ませる、さすがに。あ、もうやばいっすか。言わんじゃん、こいつらも。言えないじゃないですか。そうそうそう。怖くはねえ。なんなら殴られとるよ、こいつらに。ベトナムが怖いわ。全員で襲ってくるで。やばいっす。なあ、ごっけ。はい。なあ、俺、ボコボコにされるな。あ、すいません。ああいう、あれも入れてるんですか。そう、入れとる。あ、もうすぐ飲めるよね。うん。え、差し入れだったら何が嬉しいですか。あ、たまに持ってきてくれるとき。はい。アイス。あ、アイスがいいですか。ポカリとかより。あ、両方欲しい。両方欲しいですか。もうバテてません、なんか。バテとる。めちゃくちゃ元気してる、嬉しいです。うん。寝とるもん、トラックの方で。あ、そういうことですか。で、なんかベトナム寝とって怒るやつおるやん。はい。それはちょっとおかしいな。何ですか。だからあいつらが一番偉いでね。こき使われてさ、はい、そんぐらい自由差し上げやって感じだもん。何のドヤ顔ですか。ドヤ顔じゃないって。もう俺がバテとんのやつ。まあ、バテてるだけですか。そうそうそう。じゃあ、はい、やるよ。もう始めます。うん、次はあるんだ。めちゃくちゃだるそうじゃないですか。だるいよ。正直言わせて、夏は仕事したくない。はい、やばいっすか。夏やばいでしょ。冬より夏の方がいいですか。うん。あ、暖かくなりますもんね、冬は。動かして冬、うん、冬は動いたらこちらで。温風とか入ってこないですか。汗かいたら向かったら暑いよ。だから汗かいてひんやりするとこは風が来るから涼しいみたいな。はい、はい、まあ、別に汗かかずにつけてたら別に生ぬるい風が来る。そう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 。あ、そうなんですか。はぁ、あ、仕事したくねえな。だからちょっと前リュウジ君も同じようなこと言ってました。そうだ。あ、でも一生は嫌だな。一生は嫌だな。仕事がしたいよ、俺。仕事好きだから。なんか、1年前ぐらいの動画っぽいですね。この感じで。本当だったら俺走るね。マジっすか。俺の会社がついてこないね。僕がっすか。え、僕がっすか。俺めちゃくちゃ足早いの知ってる。そうなんです。僕よりですか。お前、俺だって本当に6秒なんだっけ。4個なんかだよ、50m。マジっすか。マジマジマジ。あと競争しましょう。
絶対勝てんもん俺。いや、絶対、いや、マジ勝てますよ。え、焼きやってたそれ。焼きやってた。何番だった？え、6番。僕1番ですよ。ちょ、1番だろ。俺より足が速いと思ったの。え、どこ守ってますか？俺は全部やったけど、はい、サード。僕セカンドですよ。1番セカンドはもう。1番セカンド？うわ、足速い人の特権です。俺に勝てるやつ終わってるの。え、ちょ、まず競争しましょう、これ。え、いいよ。いいけど、本当に速いよ。みんなに聞いたら分かるわ。俺がどんだけ速いか。あ、でもあの、トラック盗まれるやつでしたっけ？うん。あれめちゃくちゃ速かったっすね。速い。面白そうですね。会社全体でですか。そう。あ、それ面白そうですね。これ絶対俺1位になっちゃうから。絶対1位ですか。だって運動神経何やってもできたの。いや、本当に。いや、本当にできんのって言われたら、サッカーぐらい。サッカーって誰でもあるじゃないですか。何運動神経で問われるスポーツなんです。でも、ボールの感覚わからんもん。あー、そういうことです。キーパーはめちゃくちゃ強かった。反射神経です。そう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 。で、ドッジボールとかも俺すごかったし。はい。で、水泳もできるでしょ。あ、マジですか。え、マジめっちゃ泳げる。で、バスケ、はい、卓球、バドミントン。マジですか。全部だった。ガバディムですか。カバディム。カバディム。カバディムですか。カバディムも、だから世界3位だ。世界3位なんですか。ありますか。モロッコみたいですよ。何それ。なんかキー投げるやつ知らないですか。知らん。カバディできる人初めて見ました。カバディ流行ったんです。なんか死にかけ話じゃないですか。なんか死にかけ。あ、こいつら頭おかしいなと思ったのは、はい、やっぱ初めの頃ってさ、はい、暑いのも慣れてないしさ、10代にこうやって、はい、仕事も何もしてない時じゃん。はい。で、入った当初、はい、その時、トシ君、ミッチー君がさ、怖いじゃん。はい。でもヘロヘロになるじゃん。はい。だけど、だから休憩っていう、現実怖いから。そんな怖かったんすか。なんか無の恐怖だった。ミッチー君とトシ君さ、マジっすか。うん。そんな感じしてないですか。今はね、はい、やっぱ仕事できんやつにもめちゃくちゃ言うじゃん。そういう人間じゃん。やっぱ職人ってそうだと思う。はい。その時に、ほんとなんか休憩もさせてくれんから、もうとりあえず動けみたいな。はい。でも足場の上で倒れそうになったけども、必死でこらえて。はい。ね、空飛びません？空飛びそうになったよ。なんか、気持ちちょっとふわふわしますよね。そうそう。ガチの熱中症になると。ジュースも飲ませてくれんしね。マジっすか？やばいよ。ちょっと前の熱血高校みたいな感じです。それでトシ君だけ自分だけども。ミッチー君は飲ましてくれるんだけど。え、足場の上ですか。で、いや、休憩が少ない。もうやっとけよみたいな。そういうことですか。そう、だから要するにあの人は自己中。あの二人ですか。いや、ミッチー君は違う。ミッチー君だともう一緒に動くから。あー、でもついてけるじゃん、早すぎて。はいはいはい。それトシ君は自分休憩してるんだけど、お前らやっとけよみたいな感じだった。そういう感じなんですか。もともとね、今はやってるよ。はい。え、それで、足場の上で熱中症って死にそうだったんですか。うん、死にそうっすよね、でもそれは。うん。え、普通の民間の2階建てですか。違う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 。あれなんか、3階建てかな。あ、3階、え、え、そうで、俺が中間に寄って、はい。まあ、やばいよ。降りるにも降りれんじゃん。手止まっちゃうし。はい。本当でもう落ちそうだったけど、とりあえずしゃがんで、はい、そしたらまた怒られるよ。マジっすか。うん、そんなんやっぱ今とは違うよ。スパルタっすね。え、それ何年前ですか。10年前ぐらいですか。10年だったら俺今何歳、16から始めてるよ。今7年目だから6年前ぐらい。あ、そんな、だって最近じゃないですか。そうですね。でもそこで思った、俺はこんな大人になりたくねえなと思った。
あ、若かりし頃の翔くんはそう思ってたんですか。そうで、今はもう自主なんかめちゃくちゃ休憩取ってますね。でも夏は絶対取る、冬は取らんけど、はい、冬はもう一切取らん。あ、そうなんですか。うん、タバコも吸いたいと思うし、はい、止まったら寒いしね。あー、そういうことですか。お前やべえよ、なんか、それをそっち行ってくれ。優しい人でしょ。優しい人の気持ち考えるから。よかったですね、反面教師。誰と違う、トシ君と大橋です。はい、トシ君、お前が言ったからな。いや、違いますよ。僕、喋り方わかんないです。喋り方とは何だろう。まだわかんないです。1年目の実習生のことが倒れたりしないですか。とか、あ、それはある。入ってきたばっかの。いや、倒れはしんけど、はい、なんかおかしくなってくるから。あ、なんかどこ立ってるかとかわかんなくなってますね。そう、そういう時はもう絶対休ませる。あ、そうなんですか。もしその辺も顔色見て判断してる。で、あと具材めちゃくちゃ熱いんだった。あ、はい、やばいよ、ほんと火傷するで、絶対普通でやっとったらしい。今は多分しないと。暑いっすね。で、昼とかだとマジでやばいから。ミッチ、グッズ出じゃなかったっけ。もう夏はやらんと。夏やってないっす。本当にやばいよ。もう本気じゃないですか。本気じゃないですか。重いね。カバディ3位ですよね。カバディ3位の僕2位ですよ。どこの大会。アジア大会。アジア大会ですよ。早く。そう、遅いて。足が動かん。あれ、足長い、遅い。あれ、早っ。5.6 でしたよ、50m。俺は5秒、俺も5秒だった。いや、足久々に5巻。もう1回の短距離だよな。もう、いいっすよ。あ、そのそう、いや、多分次勝てるじゃん。いいですか。はい、4トン。誰、早い。そう、一番早い。力出た。100m は多分お前の100歳な。 100m は、まあ、違いますもんね。仕事中何やっとんの話よ。というわけで 150m は俺の勝ち、はい、100m は三ツ矢の勝ち、はい、まあ、熱中症に気をつけて仕事も運動もしましょうということですね。そうそうそう、運動絶対した方がいいです。はい、じゃあまた見てね。